はい、7月1日になりました。 FX の相場解説になります。今回の朝の相場解説は FX のオリガルヒと通常の速稼塾の限定版とね、共通でお送りしたいと思います。というのが7月1日特にね、やることないんですよ。あまりやらない方がいいと思います。というのが今日は日銀短観の発表があるからなんですよね。時間はまだ確認できていませんけども、今日はファンダメンタルが結構強めに来ると思います。ですんで、まあ、テクニカルはあんまりね、いきないと思うんですね。プラス7月1日って月の初めですから、6月30日の月の終わりみたいに結構ね、テクニカルが聞きにくいファンダメンタルな日になるんですよね。このように月末と月初とか日銀短観があったり、あとね、材料って言われますけども雇用統計が出たりとかね、こういう日はやっぱりトレードを下げた方がいいですね。それが今日は言いたいことでございます。まあでもそうは言ってもね、相場解説全くしないわけにいかないんで、朝の相場解説を軽い気持ちでやっていきましょう。軽い気持ちでね。じゃ あこちらの方の画面を切り替えていただきますんで、どうぞこちらです。日足を見ていただきますと、カンガルーって話をしましたけどもね、こちらの方を超えていくのかなと思ったらまだ超えてません。ちょっと超えたら137円ですか、タッチした瞬間に値段が下がっていきました。で、プラス昨日のような月末もありますんで、一旦ここで落ち着くかなと。見ようによってはこれね、ダブルトップに見えるわけですよ。まあダブルトップなんですけども、これね、覚えておいてもらいたいのは、下ヒゲが結構出てるでしょ。ダブルトップのトップの間のこの陰線陽線、下ヒゲが出てるでしょ。だから下に行く勢いは、下に行く勢いはそんなに強くありません。そういうふうに判断してください。上に行く力の方が強いよってことです。だから逆にこのダブルトップの2つのトップのね、間のこの陰線陽線の上髭が多いようだったらね、これは下にダブルトップが強く働く可能性があります。これを、あ、これ通常版でしたか。オリガルヒ限定でお話してもよかったんですけど、まあ知っといてください皆さんね、こういうことは。だからダブルトップを見るたんびに、そのトップとトップの間の陰線陽線のヒゲの大きさちょっと見て判断してくださいね。はい、じゃあもう一個4時間に時間を深めてみようかと思います。先ほど言ったダブルトップの頭がこことここっていうのが見て取れると思います。下に行く勢いがすぐに止まるのが特徴なんで、ネックラインをここに設定するとしたらね、この下がり目っていうのはダブルトップで下がるんですけども、下がってここまでですよ。ね。折しもこの赤いレンジをなぞるように2つの線がね、ポイントができてますんで、まずはこれが下がってもここで止まる可能性が多いのと、まあ最低でもここで止まるでしょうということです。しかも全体的には円安が続いていく傾向にありますんで、まあここで止まって跳ね返るんじゃないですか。そうすると3回目のトライで3点天井になるんじゃなくて、これを打ち抜いて上の方に行くというふうに今のところ見ることができます。つまりトレンドの方向に戻るということですよね。で、137に突破して138円の方に向かう、底なし沼の円安に向かうのは、今日の時点では変わりないというところでございます。それが今月の展望です。1時間軸です。1時間軸、7月30日、昨日のことですけども、この137円を達成した後、緩やかに上がっていくかと思ったら、やっぱり7月30日に起きることですけども、なんかガンガン下がりましたね。135円台まで行っちゃいましたね。すごいですね。まあ、7月1日を材料として、今日は相場解説非常にしにくいんですけども、ファンダメンタルが聞きやすいんで。でも明日から、材料っていうのはね、整えられてきて、また上昇の方に向かうと思いますんで、明日はバイのポジション取っていこうかと思いますよ。ですんで今日の相場解説このぐらいで終わりますけども、明日に期待していただきたいと思いますね。今日はだからリラックスして、なんかね、田舎の綺麗な景色見たりとか、ずっとね、読んでなかった本を読んでみるとかね、なんか美味しいものを食べるとかして気持ちをリフレッシュさせていただきたいと思います。そういう精神を整える時間っていうのも FX のトレーダーに必要ですから、今日はトレードしてもあんまり意味がないです。どうしてもやりたいんだったらロットを落としてやってください。それは昨日お伝えしたことと同じでございます。月末と月初っていうのは大きなね、ファンダメンタルを聞きやすいんで、特に今日は日銀短観ですから、今日はね、本当にトレードのことを忘れてリフレッシュした方がいいと思います。明日からその代わりね、稼ぐためにがっつりやっていきましょう。はい、メリハリ効かして、ね、いきたいと思います。それから FX オリガルヒなんですけども、今朝も申し込みいただいたんですよ。 FX オリガルヒに参加したいということで、で、今までの相場解説の中で、なんで、ね、あれですよね、セカンダリートレンドの回が非常に分かりやすかったんで、
これを無料で放送するなんてね、すごい価値が高いんだろうなっていうふうに思っていただいたということでございました。で、当然ですけども FX オリガルヒの方っていうのは勝率格段に上がってます。で、勝率が上がってるだけではなくて、多分ね、一個一個咀嚼して深く理解できてると思うんですよ。それがこの1ヶ月で起きたことだと思いますので、FX オリガルヒにご参加希望の方は、当初ね、16名で参加するよ、スタートする予定だったのが、現在14名なんですよ。だから今回お申し込みいただいた方を含めて、あと、2人、ね。1人はもうお申し込みいただいて入会すると思うんで、あとお1人は全然、今日からお申し込みいただいてもお話聞けると思いますんでね。とりあえずお問い合わせいただくのは全然負担になりませんので、よろしいかと思いますよ。16名の予定が14名でね、スタートしたんで、2名の余力があるわけなんですよね。まあ、20名ぐらいになってもやれると思いますけども、当面は、あとお一人のお申し込みを、受け付けることができますよってことをお話して、今日の相場解説終わっていきます。今日はリラックスしてくださいね。それでは、本日の、コンテンツ提供は、基本的にはもうこれで終わりにしちゃうと思います。じゃあ、失礼します。